皆さんおはようございます。今日も今日の一曲行ってみたいと思います。はい、今日もね、朝からいい天気ですね。今日もね、ワンコの散歩行きながらですね、ああ寒くなってきたな、もう冬だなと思いながらですね、まあ、僕の田舎ちょっとね、青森をちょっと思い出しましてですね、今ぐらいからだんだんね、こう雪がちらちら降り始めるんですけども、その頃になるとね、まあ今はどうなのか分かんないですけど、昔はね、農家の時期が終わるとですね、みんなこぞって農家の人がですね、関東の方にね、出稼ぎに行くっていう、まあ今もあるのかどうなのかちょっと分かんないですけども、まあうちのおじいちゃんなんかもね、毎年のように出稼ぎに行ってたのをちょっと思い出しながらですね、この歌を思い出しました。それでは行ってみましょう。今日の一曲、今日の一曲、作詞作曲はね、吉幾三さんなんですけども、歌ってたのはね、僕がちっちゃかった頃のイメージとしてはやっぱり千正夫さんっていう、イメージですね。はい、それでは行ってみましょう。千正夫さんで津軽平野。津軽平野に雪降る頃はよ、踊り一人で出稼ぎ自宅、春にゃ必ず小戸は帰る、土産いっぱいぶら下げてよ、寂しくなるけど慣れたとは西風強くて、夢も縛れる吹雪の夜更け、降るな降るなよ津軽の雪よ、春が今年も遅くなるよ、ストーブ列車よ、会いたいやほど山の雪解け、花咲く頃はよ、母ちゃんやけによ、そわそわするね、いつジョンカ大きな声で踊を歌って、汽車から降りる、おいわき山よ、見えたか踊る、
はい、ありがとうございます。まあ本当ね、ちっちゃい頃はね、春になるとね、おじいちゃんが帰ってくる、お土産いっぱい持って帰ってくるって、本当にね、お土産いっぱい持って、帰ってきたんですよね。で、まあ、うちはね、4人兄弟だったんで、これは誰の分、これは誰の分、これは誰の分ってね、早く自分の分が欲しいっていう感じでね、そわそわしてた。そんなことをね、ちょっと思い出しましたね。やっぱりその北国って、その雪が降ることでね、なんて言うんですかね、その1年のうちの流れがね、一旦そこで途切れる部分があるんですよね。で、その冬っていう時期、雪が降ってる時期をね、我慢して乗り越えるっていうね。だからこそその春のありがたさっていうかね、そういうのを感じてた、そんな気がします。はい。ここ関東に住むようになってからね、そういうのがすごく、素敵なことだったんだなって、改めて思いますね。まあ今ではね、もう父親も、おじいちゃんもいないんですけども、まあ本当にね、そんな中で、本当にね、たくましく育てていただいたなと、その感謝するばかりですね。はい、ありがとうございました。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、菅さんのね、愛は勝つ歌いましたけども、本当にね、本当にね、まだまだ若いですよね。僕の周り、まあスタジオの方でね、お店の方で会う人たちなんか、本当に同世代の人が多いんですけども、本当まだまだ現役でいけるっていう感じだったんですけどね。はい、ゆっくり休んでほしいなと思います。元旦那さん、いつもありがとうございます。谷さん、おはようございます。菅さん、ずっと一発屋だと思っていたのですが、前の職場で菅さんの大ファンの人がいて、地道にずっとライブ活動をしていたとか、メディアにはほとんど出なくなっても、音楽を愛していたのですね。ねえ、本当そうだと思いますよ。はい。まあ一発屋ってね、なんかこう悪いイメージあると思うんですけども、一発屋ってその代表曲が1曲あるだけでね、本当にずっと活動していける、音楽の世界ってそういうところだと思うんですよね。はい。だからどん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 新曲を出してね、売れる曲を出して、人気者になっていくっていうのも、まあ一つの生き方であり、でも一回そのね、ヒット曲を出して、まあそこでね、まあ満足するってわけじゃないですけども、そこから自分の違う道を選んでいくっていうミュージシャンもね、たくさんいるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。藤江津子さん、いつもありがとうございます。聞きたかったです。ほんまにほんまにありがとう。ああ、よかったです。届いてよかったです。ありがとうございます。たまちゃんさん、いつもありがとうございます。バブル期を代表する歌。ああ、確かにそうですね。自分は中学生だったかな。僕もそうですね。今聞いてもやっぱりいい歌だな。替え歌というか、途中で変わる歌というか、そんなのが当時友達と流行っていて、どんなに困難でくじけそうでも信じることさ、何でもなしょうなるですか。 という途中から自然と、ナショナル CM ソングに変わる歌を、面白がってよく歌っていたのを思い出しました。あ、そうなんですね。当時ね、山田邦子さんのね、山田かつてないテレビっていうね、番組で菅さんは有名になったんですけども、その中でね、その「愛は勝つ」をね、食べ物に替え歌にしてっていうコーナーやってましたよね。心配ないからげ、君の勇気が誰かに豆腐、明日はきつねうどんとかね。 なんかそんなのやってましたよね。懐かしいなと、思います。はい、ありがとうございます。はい、昨日もスパム扱いのコメントありませんでしたね。はい。今日もね、いい天気なんで、まあ出かけられる方も多いのかなと思うんですけども、は
僕はですね、もうパソコンに向かって、おそらく一日中パソコンに向かってって感じになると思います。ぜひ皆さんですね、素敵な日曜日をお過ごしください。それではまた明日。